私は普段片付けコンサルタントとして活動しています私の片付けの遍歴について少しお話しすると私が初めて片付けに興味を持ち始めたのは5歳の時から。

ちなみに私が、これが私の片お客さんの片付けのビフォーアンダーアフターです。This is my magic、so、my 今日は皆さんに私のの長い片付け歴の中で したあなたの人生を丸ごと変える片付けの法則についてお話しさせていただきます、so、それはとってもシンプルで強力なたった一つの法則です、so、それはときめくものだけ残すというものです この言葉を聞いて皆さん不思議に思われるかもしれませんただ、まず皆さんにお伝えしたいのは片付けというのは単に物を捨てるだけの行為ではないということです。 片付けというのは自分を大切にするための行為です。皆さんは自分のベッドルーム、今皆さんの自分のベッドルームが完璧に理想的だ。 というふうふに言えますか as as そこには自分の本当に大好きなものだけが置いてある、完全にリラックスできる状態だというふうに断言できるでしょうか。So そうではないつまり自分の持っているものやお家に対して好きではないなというふうに思っているとしたらそれはその気持ちっていうのは自分の言葉自体に現れてしまうんです If you 例えばこんな言葉を聞いたり自分で発してしまったことはありませんか 散らかってるけどどうぞお入りください。ここれはととっても悲しいことです That very sad, <laughs> あなたが持っているすべてのものはあなたの役に立ちたいというふうに思っています。 だからこそ自分のお家には自分が本当に大切だなというふうに思えるものだけ置くべきなんです。Really, really like. そのものを見るたびに大好きだなとか大切だなというふうに思えるものだけお家に置くことで ものとあななたの間にはポジティブな関係性がが出来上がりますそうしたものたちは、たとえあなたがお家にいない時でもいいエネルギーを放っているんです、お家の中で。 そうしたものだけ自分にとって大切なものだけが置いてあるお家というのは皆さんご自身にとってはもちろん皆さんのゲストにとっても最高に心地いいとい感じられる家になるはずですそれではここから 実際に片付けのデモンストレーションをご紹介していきます。So、例えば、洋服を片付ける場合。So 家の中にあるすべての洋服を一か所に集めて積み上げますすす、so、一着残らずががポイントでででるるとあなたの目のの目前には何が現れるでしょううかそ洋服の山です。 その洋服の山を見るとあなたは必ずショックを受けます mountain, あこんなにたくさんのものを持ってたのか wow,、really、<laughs> 多くの方は自分が思っているよりも 3倍の,ものの量を持ってていいいるとううふうに言われていますこの山の中から自分にとってときめくものだけ選んでいきましょう、so、ポイントは必ず一つ一つのものを触ることです。 見るだけではいけません物を触ることで自分の体の反応を感じてみてください、so、例えばときめくものを触った時というのは体がこんなふうになります、so 体のすべての細胞が上に上がる感じです。逆に、ときめかないものを触ったとき、ズン、so、<ずん> <laughs> 体のすべての細胞が少しずつ下がる感じです。 So、今皆さんこれを見てとっても不思議なふうに私のことを見ていると思いますけれども実際に家に帰ってやってみてくださいびっくりするほど自分にとってときめくものかそうでないものかどうかというのは自分の体の反応で分かるということを知るはずです You will be surprised how your body reacts to something that sparks joy or not. こんなふうにして、すべてのものを一つ一つ触って、自分にとってときめくものとそうでないものというのを選んでいきます。So、こんなふうに、このこんまりメソッドを使って片付けをしていくと、変わるのは、 家の中だけではありません method, 頭の中までクリアになって例えば人間関係や仕事全ての選択肢において自分を幸せにしてくれる選択肢を選べるようになるんです 例えば、片付けを終えた後に、ある人は本当に自分のしたいことを仕事にしたい、really, really, really、もしくは、ずっとだらだらと付き合っていた恋人とばっさり別れたり。 もちろんその逆で自分の一緒にいるパートナーに対してその大切さを改めて気付いてますます夫婦関係が良くなったりそんな人も多いので安心してください片付けを実践することであなたの人生は確実に魔法のように変わります。 今日は短い間でしたが私の片付けのポイントについて一部分だけご紹介させていただきました。So our time was very short today, but I had the chance to introduce to you a bit of my method, important points. もしこのお話を聞いてもっと片付けについて知りたいというふうに思われた方は私の本をお読みいただくか。来年の春に 片付けのアプリをリリースする予定ですのでコンマリメディア .com にサインアップしていただけると嬉しいです com それでは皆さんの人生とお家の中がますますときめくことをお祈りしています。 So I really wish your life will spark joy from now on. Thank you. Thank you very much.